藤原道政は、平安時代中期の苦行、歌人。藤原北家、義堂三寺、これ近の長男。官位は、十三に、左京大部。小倉百人一首では、左京大武道宮尾。祖父の中間白道高に溺愛されて育つが、蝶徳元年に道高は死去。さらに、翌蝶徳に年内大臣という高官にあった父、これ近が、 花山法王に大使弓を追いかける不敬事件を起こして、多罪言の措置に左遷され、実家の中間白化が没落する中で成長する。長方六年十五位下に助爵し、翌く観光二年時中に任官する。観光三年右、兵衛健介に任ぜられると、観光五年生五位下。左、この絵少将、観光六年十四位下と一条朝後期に武漢を。 勤めながら順調に昇進する。観光八年三条天皇の即位に伴って、東宮健介に任せられ、新東宮、厚平親皇に仕える。しかし、昭和二年三条天皇の御子、厚明親皇の従者であった、織部司もも分史、小野溜明が厚明の母である皇后、藤原聖子の住む古紀元に参上したところを、厚平親皇の従者に拉致させ、 自邸へ連行させる。自邸において道政は自ら、ためきの髪を掴んで周囲の者に打ち踏ませ、瀕死の重傷を負わせた。その後、厚明親王から、訴えがあり、道政は謹慎処分に処された。昭和4年左この絵中将昭和5年正月に、五一条天皇戦争に際して、藤原助平と共に、 倉尾と頭に認じられたが、間もなく東宮健介の功労という名目で、十三味に除せられて、在任8日目で倉尾と頭を更迭されてしまう。さらに、同年9月に、伊勢西宮を退下帰教した東古内親王と、密通し、これを知った内親王の父三条院の怒りに触れて、直感を被った。また、中を裂かれた東古内親王は、 翌肝心元年病により出家してしまった。万寿元年十二月六日に、花山法王の巫子である、上等門院女房が、夜中の路上で殺され、翌朝に死体が、野犬に食われた姿で発見された。この事件は、朝廷の公家たちを震犯させ、警備氏が捜査にあたり、翌万寿二年三月に、江文城、平日が容疑者として、放置高かを捕獲する。 ケビン氏が尋問するも高野は、口が固く、7月25日になって、ようやく高野は、道正の命で美子を殺害したと自白する。この自白の連絡を受けて、権力者の藤原の道長、寄り道親子も共嘆したという。しかし、7月28日に、この殺害事件を起こした盗賊の首領というものが、自首を申し出る。しかし、 この狩猟に対する拷問実施の是非について判断しかねたケビンシベットを藤原共通から意見を求められた右大臣藤原サネは自主犯に対して拷問を行った事例はないとして不要の旨をさらには狩猟に対する罪状をケビン氏で決定すべきでない旨を回答している結局誰がこの狩猟を殺人事件の主犯として認定したのか どのような刑罰に処したのか、そもそもこの主犯の使命は何か、が、各種記録に残っておらず、どのような形でこの事件が決着したのか明らかでは、ない。なお、この事件の影響によるものか、翌万寿三年に道正は、左この絵中条件伊予本森を罷免され、右京圏大部に左遷されている。万寿四年には、縦脇町、公開巡業と賭博に狂じていたところ激しい。 口論を始め、ついには、道政の仮犬の袖先を引き破った、巡業の父々、これむね県人と路上で特組合の喧嘩を、始めてしまう。そのため、往来の人々が、この喧嘩を見物するために大勢集まったという。その後、五霊税庁の監督2年左京大部に転じるも、40年近くに、わたって、13味から昇進できぬまま、 天行2年7月10日に出家し、20日皇居。去年63。花山法王の御子を殺させた、厚明親王の雑誌記帳、小野溜明を領辱し重傷を負わせた、博地上で乱行した、など乱行が絶えなかったため、世上荒ら三位、悪三味などと呼ばれたという。その一方で和歌には巧みであり、中古三十六河川の一人としても知られている。五州和歌集五州。 鹿若衆二種と直線若衆に合わせて七種が日衆。小倉百人一種には道政が通しない親王に送った歌が取られている。今はただ重い絶えなんとばかりを人捨てならで言うよしも、かな、小倉百人一種第六十三番、五種和歌衆の言葉書には、伊勢の五木の宮渡りよりまかり登りてはべりける人に、忍びて通り引けることを、おほやけも聞こしめして、 守り女などつけさせたまいて、忍びにも通りはずなりにければ、読みはべりける、ご衆和歌衆とある。左京大部を務めていた晩年には、八条の邸宅にて、左京大部八条山所正治和歌と呼ばれる、歌合わせを主催している。中期のないものは、中古河川三十六人伝による、尊卑文脈による、左京大部道政に関するカテゴリー。ありがとうございます。